イメラジオ第六千百九十八回。今日は令和六年四月二日火曜日です。時刻は午前九時。横浜港北。太陽が昇りつつ朝昇りつつある朝。火曜日です。今日は春らしいもやのかかったお天気で、丹沢の稜線がうっすら見えるだけです。 厚木のあたりもぼやけていますね。港のランドマークタワーこれは今朝日をバックにして少しかげった形になっていますその代わり港北の街並みが白く浮き立っていますねさて6198回目の「夢ラジオ」今回は「伊勢神宮の謎」 こんなタイトルでお話ししましょう伊勢神宮といえば神社の中でも非常に大きな神社でそして神宮という名であるからには格式が違うそういう神宮でもあります。天照大神が祀られているということでも有名ですね。 でこのアマテラスこそがまあ皇統の祖先となっているわけですから日本の皇統あるいは神道神の道ですねにとってもこの伊勢神宮というのは大事な場所奈良から見て東にある伊勢ちょうど東から太陽が昇り 天照大神は太陽神であったということを考えれば伊勢神宮のこの場所にあるのもうなずけるとはいうものの実はこの伊勢神宮が今の場所に来る前にはそれこそ天照大神があちこち放浪されて そして最終的にここに決めた伊勢に決めたというそういう「日本書紀」の立てつけになっています。日本書紀によると天照大神は自分を自分の住居ですね自分の住みかをどこにしようかと思った時近江に行ったり 美濃に行ったりした後でこの伊勢に落ち着いたとかそしてこのルートはつまり近江に行くとか美濃に行くとか伊勢に行くとかっていうこのルートはそれこそ「日本書紀」が書かれた頃この時に天武天皇が「 深刻化されつつあった時代なんですけどもう天武天皇は亡くなられておりますがその天武系の皇統が紡ぎ始めた奈良時代ですよね日本書紀ですから8世紀の前半。すると全世紀の,あの大天皇の御子天武天皇がそれこそ人身の乱の時にたどった経緯とほぼ なぞるわけですねこの天照大神がたどったルートはで最終的に伊勢に落ち着いたと。これは天照大神の方がもちろん時代的にはずっとずっと前なんですが「日本書紀」を書いた人たちが天武天皇を神格化するために人身の乱において 天天武天皇、つまり大天の巫子がたどったルートをその昔天照大カ神もたどられてそして伊勢に落ち,着き落ち着かれたんだという話を後ででっち上げたそれは人心の乱を正当化するためそして天武天皇を神格化するためにこの天照大カ神のその放浪した後で 伊勢に落ち着いたというストーリーが捏造されたわけですね後で言い方を変えれば人心の乱以前に天照相三神がそういうルートをたどって伊勢に行かれたみたいな話はどこにもないんですよこのように伊勢神宮というのはまあ皇室にとっても大事な場所だし神道にとっても大事な場所なんですが 実は後から付け加えられたというより後からもうでっち上げたと言った方がいいでしょう。もうそ,ういうかそういう経緯でこの伊勢という場所にまあ落ち着いたわけですね。だからその意味で言うと実はすごそうでいてそれほど中身のない神宮と、まあ、はっきり言うとこういうふうな言い方もできるわけです。なぜかというとう別にこの場所は オオミカミと関係がないからあとで天武天皇になぞらえてもっともっと以前のアマテラスオオミカミもこうなさったんだと作り上げたストーリーだからねまあもちろん作り上げたストーリーであれ神話であれ伝説であれそれが国民の共有財産となり共通の記憶とでもなっているんだったら それが事実であろうとなかろうと建国神話ということであの伊勢神宮をお参りすること伊勢神宮を参拝することそれは全く問題はありませんがですねその伊勢神宮ができた経緯ですよねそれについてはやっぱり知っといた方がいいなとでそれを知った時その伊勢神宮というのは実はあまり中身のない場所であり このあまり中身のない場所なんだということ自体は実は数多くの日本の神社に対して言えることであり日本の神社は日本全国筒浦々いっぱいありますがもう中身のないものがほとんどであの後で適当に神様を付け加えてね後で適当に神様を付け加えて祀ってるんですとけれどその土地はその神様とは全く関係がないんですと。 しかも神様だったって一体誰かといった場合本当に神様だったかどうか全然疑わしいような場合によっては岩だったり大きな木だったりが神様あるいは狐や狸が神様であったりあるいは何か武将が神様であったりとまあいろいろなんですよ。日本の神道あるいは神社や神宮で祀られているもの。 イメラジュではよく「神道はもう宗教じゃない」という言い方をしておりますがまさにその通りで神道は物語ですもちろんどんな民族にも物語は必要ですからそれはあっていいんですけど少なくともそれは歴史ではないし後で勝手に時の権力者によって都合のいいように作られたものであるすごそうに見える伊勢神宮だってその程度なんだと後で。 作り上げられたんだとアマテラスオミカミが主催神と言いながらこう割引いて見ておいた方がいいでしょうゆめラジオ今回は伊勢神宮の謎ありがとうございました